総発トンネル北口、総発トンネルあるいは総発水道とは、かつて台湾河連県水保里にあった台湾鉄路管理局、台東線の廃止されたトンネルである。舞鶴信号場と三民駅の間に位置しており、全長は1166.33メートルで1916年10月に完成したレンガ造りのトンネルであった。台東線全通時に使用開始され、 元は、期間7 6 2ト、mm、ルの凶器であった。トンネルの両側は20パーミルの勾配で列車の運行に不利なのと、古くからの湧水問題は未解決であった。そこで、台東線の改め記事に、急線の東側に新線を設けて、自供1号トンネルと自供2号トンネルを新たに作ることに決定した。当初の予定では1982年6月に、 新線が完成する予定であったが、新線建設が遅れたので、本トンネルの高さを下に掘り下げて広げて、暫定的に千0 6 7ミ、mm、リメートルの列車を運行させた。1984年12月28日に新線に切り替えて、本トンネルは廃止された。本トンネルは南北両方に変額がある。北口は佐久間様田総督室の無休で、南口は 安藤定美総督室の広志たちである。2016年12月に県政府文化局が指定戸籍登録を広告。入り口は塞がれている。急線区間は道路になっている。北口入り口は水が溜まり手になっている。総発パン機のにリラックスタイム社短関助地図と鉄道のブログ、台湾台東線を地図で、大うず4、県府、あずつげ 総発水道指定ため県戸籍2017年1月2日、厚生に一歩舞ずる総発水道及び旧鉄道。ありがとうございます。